はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、じゃあ今日もやっていきたいと思います。13騎兵防衛圏、まず今日やるのはこちら、薬師寺恵み編やりたいと思います。今まで何だったっけ、夕飯の支度からそれでもやるのよ、魔法なんかじゃないっていうことで。そっかそっか、一本道なんですね、薬師寺恵みは。じゃあまあしょうがないね、一本道だって言うんで一本道でやっていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。ただいま。あ、重郎が帰ってきてる。よいしょ、テレビ見てる、無視してエプロン。重郎、あのどうしたの、変な顔して。え、だって今日屋上って。屋上？あ、もう忘れてる。尻尾、本当に記憶を操作したんだ。あ、そうだ、見られてんだよね、撃ったの。あ、すごい、さすが尻尾。あの猫も何なんだろうね、あの子、猫だけはまだわかんないね。あ、すぐにお夕飯用意するね。いいって、後でインスタント麺でも作るし。そんなのダメよ、すぐだから。怒られちゃった。ちょっと待っててね。おっと、近づく。ラーメンでいいのに。いなくなっちゃった。ただね、めぐみちゃんはまだ分かってないね。この昭和のね、これ1985だよね。そこにね、このね、絶対領域はないんだ。まだ文化がないんだ、めぐみちゃん。よし、じゃあまずはエプロンでも。引き続き米軍ヘリ墜落のニュースです。ん？本日夕方ごろ、移送中の米軍ヘリが市立桜高校を低空でかすめた後、あやめ公園に不時着しました。米軍ヘリ？撃たれたんじゃ。嘘よ、あれは騎兵だった。あ、そういうことか。これも尻尾がやったの。すごいな、あの猫。そうか、そういう風になってんだ。あ、じゃあもしかしたらあれかもしれないね、あのこの頃っていうのは、そういう騎兵が降りた時には全部こうやってテレビの情報操作でなんとかわからないようにしてたのかもしれないね。ただそれをやれる権限があの猫ちゃんにあるのか。あれ、何も作んない、エプロンを切る。あれ、できない、テレビを消す。これど、これ操作ができなーい。なんだろう。いい夜だ。あ、お前か。失敗。米軍ヘリ墜落事故で幸い死傷者は出ておりません。ガス爆発だの、ヘリ墜落だの、物騒だな、人間の街は。お前だろうが。お前だろう、やったの。米軍ヘリの事故じゃない、重郎の乗ってたのと違うけど、あれは騎兵だった。行動を変えたのもあなたの力。猫は神様だとでも思ってんのか。あなたは猫じゃない。そりゃそうだ、喋る猫がいたら異常だ。いや待て、異常はお前かもな。俺はお前が生んだ妄想なんじゃないか。おやおや、魔法なんてものがあるわけない。おやおや、尻尾が攻撃的ですね今日。重郎が見た屋上での記憶、本当に消したのね。仕方ないだろう、そんなに自由自在なら私の記憶も操作できそうね。やろうと思えばな。重郎の記憶を戻さず私だけを利用するのも可能なのね。俺が悪人ならそうだな。なるほど、もう意のままに操られてしまうじゃないですか、尻尾に。高度に発達した科学は
魔法と見分けがつかない。クラークの三法則か。バレたら仕方ないな。頭いい猫だな。俺は未来から来た猫型ロボットで。ああそれで猫なのか。秘密道具もお前に出してやった。タイムマシンは机の引き出しにある。四次元ポケットも調べてみるか。俺ふざけないで。あ、かわいい。いや今の尻尾かわいい。ゴロンってしたのかわいい。ちょっとお前そんなに理知的に喋ってるあれにはそんなかわいい仕草もできるじゃないか。いつもそれぐらいやってくれ。ちょっと待ってね。一旦カット。はい、というわけで尻尾が今言ったクラークの三法則かって言ったのを調べちゃいました。何のことか分かんなかったので。SF 作家アーサー・クラークが定義した以下の3つの法則のこと。1、高名で年配の科学者が可能であると言った場合、その主張はほぼ間違いない。また不可能であると言った場合、その主張はまず間違っているだそうです。そして2つ目、可能性の限界を測る唯一の方法は不可能であるとされるまでやってみることである。なるほど。そして3つ目、十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかないだそうです。なるほどね。そういう SF 作家アーサー・C・クラークが定義したそうですけど、尻尾はそんなのまで知ってるんですね。ただ関連項目でロボット工学三原則っていうのも書いてあったんですけど、尻尾まさかそこまでつながるんですかこのゲーム。結構深いですね。じゃあ深いゲームの魔法でも感じてみましょう。その力を持つ者を封じれば、魔法ですよな。こんなの襲ってきたら怪獣を倒せると言ったわね。お前らが死なずに済むと言っただけだ。何をする気なの。詳しく教えて。教えなきゃこれ以上手伝いはしない。契約違反だ。おやおや。しょうがない、今回だけだぞ。魔法使いの権限を封じても奴らは来る。何のために封じているの。これはゲームだよ。ゲーム、生き残りのゲームさ。俺はゲームの準備をしてる。魔法使いたちには騎兵で参加してもらう。強制的にな。じゃあ私が撃ってるのは。奴らを全員戦場に引きずり出す魔法さ。そんな魔法をかけたら何でも解決でハッピーエンド。そんなわけないだろう。お前らの未来だ。お前らで戦って勝ち取るしかない。俺は高みの見物さ。なるほど。じゃあ騎兵に乗る人を人選してるのは尻尾なのね。それでなんだっけ、ナノマシンを打ち込んでいるわけだ。ただ尻尾はじゃあ何者なのかっていうのは契約違反だってことかな。今日はやたらと絡むな。俺が何者かなんてどうでもいい。お前にとって重要なのは重労だろ。お前のためにあいつの壊れた頭の中ドブでもさらうように記憶を探してる。契約を保護にしたいならもうやめだ。お前の代わりにもっと有能なやつを探すよ。願いを叶えたい素直な少女をな。なるほど。ってことはじゃあ記憶は消えてないってことなの。ドブでもさらうようにすればあるってことなの。ってことはこのお薬は一体何なんでしょうね。いやだいぶ口に染まってるよ。まだ契約を続ける気があるならその証拠にお前のお友達を撃て。キサラギトミ、あいつも魔法使いだ。それはウサミちゃん。もう一度契約を思い出せ。しっかりとな、トミ。でもあれなんだよね、バトル編崩壊編の時にあんたよくも私のことを後ろから撃ったわねって言ってるんで、まあ撃つんでしょうね。尻尾とした契約を思い出す。おっと、これはまさかあれですか、新しいストーリー始まりそうですね。契約を思い出せ。あとは自分で考えろ。俺はテレビ見てんだ、邪魔するな。邪魔してやる。というわけでここからは多分やることはないでしょう。
今重郎のためにご飯を作るのかと思ったんだけど、作らずに思い出す。何人に撃つんだろうね。尻尾が来た日。あ、ここに居候し始めたのは最初からなんだ。重郎、こんな場所で寝てると風邪ひくよ。おい、起こすな。また現れたわね。尻尾。起こすな、アホ。治療中だ。手の込んだ悪ふざけね。いい加減にして。誰かが私を試してるのかしら。疑り深いのも、度が過ぎると可愛げがないな。もっと現実を受け入れろよ。喋る猫なんて現実にはいない。そうだな。だが俺は喋れる。喋る猫。その上、お前の願いもわかる。重郎は何か言ってなかったか。言ってたろ、夢の話だ。そういえば、ロボットに乗る夢を見たって。記憶を掘り起こしてるんだ。それで重郎の記憶は戻るの。まだどっかに残ってりゃな。記憶を掘り出して空っぽの頭に詰め直す。俺はそういう芸当ができるのさ。あら、すご。なるほど。それでじゃあやっぱりあれなんだ、記憶は消えてはいないんだ。だがサービス期間もこれくらいだ。あら、サービス期間。お前のメリットは提示した。これ以上は契約が必要だな。なるほど。契約の前に質問を受け付けよう。それで決めろ。契約後の質問はなしだ。文句を言わず履行だけしてもらう。なるほど。喋る猫。契約。あなたの正体は何なの？猫だよ。魔法の使えるね。滅んだ異世界から来たと言ったわね。ああ。俺の世界はダイモスが滅ぼした。ダイモスって怪獣のことでしょ？泉十郎から聞いていたか。あいつらを召喚する呪いがダイモスコードだ。この世界の魔法使いは全員呪われてる。ああ、なんかね、もう一つのデータを書き換えてるって言い方だけど、これは呪いって言ってんだね、尻尾は。あ、ダメなのか。魔法使い。魔法使いというのは何なの？魔法の力を持って生まれた者たちさ。騎兵の操縦もゲートもそいつらの力の一部だ。重郎が魔法使い？そうだ、そいつも魔法使いだ。そっちの方が分かりやすいかな。ダイモスコード、確か前に古代文明の遺産だと言っていたわね。恐ろしく古い遺産さ。数千万年前の魔法文明のね。まさか。え、まさか。そんな未来の話かと思ったら過去なの。人類はまだ類人猿だわ。とんでもない魔法文明だろう。なるほど。じゃあ一度滅んでるのか。契約したとして、あなたがそれを守る保証はあるのかしら。お前は失礼だ。猫は自由だが詐欺師じゃない。契約も守れない猫は単なる動物だ。嫌ならやめろ。お互い時間の無駄だ。じゃあ契約。契約で私に何をさせる気？具体的に説明して。お前の仕事は難しくない。まず俺の魔法道具を貸してやる。そいつでお前は魔法使いを封じていく。封じる？どうなるの？ダイモスコードが怪獣を呼んでる。それを持つ魔法使いを封じたら、お前らは長生きができる。何でも聞け。聞く必要がないならどっちか決めろ。断るってのもできんの？猫との約束なんて正気じゃない。そうか、それもお前の選択だ。重郎と仲良くな。あ、待って、まだ決めたわけじゃ。煮え切らない女だな。
何でも聞く必要。まだ決めない。何でも聞く必要。しょうがない、じゃあ契約するしかないみたい。直してくれるのよね。頭ん中をまさぐるのは得意だ。言い方。契約するわ。交渉成立だな。当たり前だが、この契約は誰にも秘密だ。誰かに知られた場合、契約解除となる。そして俺は二度と現れない。でも重郎にバレたのは、じゃあ消してくれたんだ。あなたの名前は。呼び名などどうでもいい。じゃあ尻尾でいい。あなたを何て呼べば。俺を追っかけ回して勝手な名で呼んでたろ。なんて呼んでたんだ。尻尾。格別にダサいな。ダサいな。尻尾は犬にもあるだろ。目がギョロッてした。まあどうでもいいか。それでいいぞ。あ、またこっち見た。ご飯が欲しいのかな。かわいい。かわいい。あ、見て見て、尻尾先だけ白い。ほんとだね。あ、またこっち見た。ご飯が欲しいのかな。かわいい。あ、ループしたね。じゃあいいや。あ、見て見て、尻尾こっち側を見て見て。先だけ白い。ほんとだね。何あれ。ゆうべあれだけ偉そうにしといて、またこっち見た。自分ブレてる、甘えちゃって。ご飯が欲しいのかな。何あれ。かわいい。うーん、サミちゃん。めぐみ、なんか話すの久しぶりだね。うん、サミちゃん、ね、おはよう。サミちゃん、おはよう。先に行ってて。お友達いいの。君も友達なんだけどな、忘れちゃった。一緒に未来から来たはずなんだけど、ね、それより隣がずいぶん静かだな、なんて思ってたらいつの間にか荷物なくなっててびっくりしたんですけど。相談もせずごめんね。結構いいのにもったいない。敷島が用意した豪華マンション、昭和の建物だし、ちょっとやぼったいけどね。へえ、敷島がじゃあ住居は用意してくれてんの。それで今どこに住んでんの。クラベ十郎の家なの。え、どうせ。どうせ。本気？それ森村も許可してるんだよね。多分。めぐみ変わったね。積極的になったね。ここに来てすごく行動的だもん。それはいいことだけど、あいつはさ。あら。それでもいいの。十郎が現れたあの日から世界がどんなに変わろうとずっと彼のそばにいるって決めたの。まったく、めぐみは。あらららら。分かった、私も協力する。あ、この時はまだ何でも相談して。これから打つのに、うん、ありがとう。この子をこれから打つのに。行こう、遅刻しちゃうよ。尻尾どこ行った、いないか。はい、ちょっと一旦カット。トミ、私にそんな資格ない。だって私はあなたを。私は嘘つき。あー、撃つの、撃つのね。うさみちゃんを。トミを撃たなきゃ。うさみちゃんどこ。いた。うさみちゃん待って。まだあるの。やっぱりメロンパンはやめて、チョココロネで。
あら、かい、パシリパシリ。ミオリが卵パンじゃなくて卵サンドといちごミルクで、美和子が焼きそばパンとメロンパン。よし、話しかけて邪魔する。めぐみ、じゃんけんで負けて食堂へ買い出し、言い出しっぺ自分だけど。おっと、急がなきゃ。待て、お前ここでのんびりしてていいの？早くパン買いに行かないと売り切れちまうぞ。マジか。パン1個買うのに大騒ぎなんてもう嫌だよ。俺は今日から平和に母ちゃん弁当さ。それが一番だな。そうだそうだ、学生。富を追って食堂へ。尾形、尾形なんかにらみ聞かせただけでパン買えるんだよ。キサラギ、あ、いいとこに。これ持ってて。 おい、よし、もう一回。待てって、俺も買いに来てんだ。何がいるのよ。え、アンパン。甘いもの苦手って言ってなかった？アンパンなの？別に甘いもん好きだぜ。もういいよ、まとめて買ってくるから。それ持ってて。逆の方が便利だと思うけど。焼きそばも持たされている方が。トミー、あれ、めぐみもパン買いに？うん、うん。何がいるの？ちょっと見に来ただけ。早く決めないとなくなっちゃうよ。よし、どいてどいて。かき分けてるの？魔法の銃、こんなところで出せるかい。あ、それ待って。ぎょーん。かわいい。ここで撃つの？そばパンが落ちちゃった。何やってんだ、無茶しや。おや、これで終わり？代わりに買ってあげる？大丈夫か？あららら。アンパン。あ、記憶が。行くか。あれ、食堂？なんであんたが？あ、そうか。あ、でも思い出した。買えばいいんだっけ？あ、忘れちゃった。代わりに買ってきてあげれば。それはしないね。で、そーっと逃げる。この場を去る。あいつ。おや、尾形が、うん、尾形がちょっと気になってんな。トミ、撃っちゃった。そいつも長いな、まだ続くのこれ。この人もう入れない。なるほど、これがね。 おっと、待って、バレた。お前、食堂でキサラギに何かしたろ。お、何のことかしら。正義感にあふれる。おお、ついてくるよ、ついてくるよ。待てよ、しらばっくれんな。キサラギだけじゃない。はっきりと思い出せねえが、俺を助けたのも多分お前だ。助けた？そうなんだろ。やめてください、しつこいようだと人を呼びます。俺を助けたな。こいつを助けた。それは未来の話なのかな。どういうこと、どういうこと。わー、ついてくるよー。
不良に絡まれてるよ。わあ、めっちゃ不良に絡まれてるよ。逃げる。やっぱ間違いねえ。お、なんか知ってんの？あいつだ。いや、尾形とめぐみちゃんに関係性があるの？私は嘘つき。おっと、 50% クリア。いや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 、そうですか。そこに関係性あるとはちょっと思ってなかったな。ただ時間的にだいぶ過ぎちゃったのか。いや、これで一本にしたくなかったんだけどな。本当はね、もう一人やりたかったんだけど、これと関ヶ原にするんだったら十郎と足したかったんだけどね。ちょっと十郎まで行かないね。ここでやめときますか。じゃあ救命編なんかちょっとちらっと見たりなんかして、なんかある？なんか この子と関係がありそうな話の内容があれば1個開けようかな。ああ、なんだ、わざわざウィキ調べなくてもよかったじゃん。クラークの3法則。あ、もう完全にね、あれ読んだのと同じのが出てきちゃったね。そう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 、これウィキに載ってんのと全く同じだった。あ、なんだ、じゃあわざわざ調べなくてもよかった。やっちまいましたね。あとは何にもない、別に覚えること。ゲート、黒服陸上部員、尻尾もう開いてるもんね。尻尾どっちなんだろうね、発音的に。うん、こっちもなかったわ。なんだ、クラークの3法則はちゃんと書いてあったわ。よし、じゃあまあ今回はじゃあめぐみちゃん一人になっちゃったけど、これで終わりたいと思います。で、動画にはしないんですが、崩壊編とかもね、プレイして遊んでおります。なかなかね、 S 取れないんだよね。一応経験稼ぎはしているので、まあここに行くまでには全部 S にしておきたいと思います。はい、というわけで、じゃあ今日はしょうがない、これで終わりましょう。めぐみちゃん一人になっちゃったけど、あ、でも一本道なんだな。おっと、あまり変わりはしないのか。というわけで、今回は薬師寺めぐみの私は嘘つき編お送りいたしました。コメント、高評価、チャンネル登録をしていただけると、マグの納付化軽減がされますので、ね、いつもよりも多く戦えます。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。よし、じゃあちょっと戦おう。